ははいこんにちは、えー、清野です。今日はあの他に私がねあの YouTube に載せている、まあ、学術的な研究あるいは、まあ、数理的な、ね、基礎あそういうのと違ってここ書きました。えー、第一衛生管理者、これはねあの資格です国の資格で私この前ね9月の29日にこの第一衛生管理者の試験を受けてあのなんとかあの受かりました。 でまあ、せっかく受けたんだからこの知識この経験をねあの皆さんにも伝えたいと思いまして今日はねあの第1衛生管理者勉強のポイントについてあの解説しますで今後もね衛生管理のことについてあのちょっとずつ動画を作っていきたいと思いますこれちょっと本職とも違いますですのでこれこそ本当にねあんまりあの信じないでくださいただ衛生管理についてはあの私も詳しいとこありますこのの第一衛生管理者の資格 とかある程度法令ですよねそれについてはもちろん最低限これには受かりましたけどむちゃくちゃ詳しいことはないのでそこは注意してください。まあ、この動画をねまあ、衛生管理者の受験のために見てくれている方あるいは初めてね私の動画見てくれてる方いると思いますんで簡単に紹介しておきます。はい、私のことを自己紹介します。えー、私ね大学教員であのー、なんか大学教員だと勉強ばっか好きみたいな印象あると思いますけどあの勉強は嫌いですあの長時間できないです。 で特にね暗記物っていうのはねなんか昔はねあのなんか覚えたら覚えただけちょっと脳が損するんじゃないかと思ってあのできるだけ暗記物っていうのは避ける傾向ありましたただね40もう、まあ、私ちょっと50もう過ぎてますで4050でやっぱちょっと記憶力が落ちるなとかさあな落ちるなとかそういうことをまあ多くのね先輩方が言ってたわけですよわ私がね子供の頃もただ意外と覚えられる ということで、最近はもう覚えるようにしてます。はい。むしろ、あの、40過ぎて、50ぐらいからむしろ、はい。覚えます。ただ、忘れるのも早い。ここはね、問題です。で、あの、安全衛生。労働安全衛生ね。これは、労働環境で、みんながまあ健康であることは当たり前のこと。より快適にね、この職場を、職場で活躍できるような。そういう環境を実現するための研究もやってます。これ、研究関係ないんじゃないかなと思うかもしれませんが、まあ、そのうち紹介しますね。これも、 重要な研究テーマですそれと関連してね第一衛生管理者この受験よかったとは思いますよいろいろ勉強になりましたこの第一衛生管理者私が受けたきっかけっていうのはね別にその勉強であるとか研究であるとかそういうきっかけではないですこれはもうあの大学内でねこの資格を持っている人が必要だからということですこれ皆さんも一緒ですよね皆さんの所属してる会社企業でこの資格取ってくださいよと言われることあると思います で、なんでかっていうと、まあ、この後にも説明しますが、まあ事業所、そのある、まあ我々の大学でも、えー、ご、常時ね、雇ってる人が50人超える規模になってくると、この衛生委員会っていうのを設置する必要、これあります、法律で決められています。で、そのメンバーではね、あの衛生管理者の資格持った人が必要ですので、はい、ですので、あの定年退職される方もいるので、順番に学内で取っていくということで、私の順番来たということで受けました。 で受けるって言ってもねその、ずっとそんな勉強してるわけではないのであの、勉強しました。いろいろな参考書を買いましてあの、勉強しました。で、7月から始めて、まあ、8、9か、3ヶ月。ね、9月の29日に受験しました。で、実際にね、受験表ってこんな感じですよ。ね、これごめん背景はちょっと講義のプリントとかあるんですが、えー、これですね。 第一、衛生管理者受けました。平成6年9月29日受験番号140番はい、これ受けましたよというところですよね、えー、この近畿安全衛生技術センターで受けましたそして、まあ、なんとかねおそらくまたまたまですけども、はい、合格はいもらいましたありがとうございます合格これね1週間でね発表されますまずあのウェブページこのホームページでね1週間後に公開されてん えとこのハガキが来るのはね3日ぐらいかかったかな2日はかかったと思いますすぐ来なかったはいこういうのもらいましたよということですよねで勉強をねなかなかもうこの年自分で新しいことを覚えるっていうのは、まあ、常にねちょっとやっぱりハードルというかちょっとおっくさというかね面倒くささ感じますよで8月ねフランス1週間ぐらいね行ったかな、うん、そこでもう眠くなったりねしたりしてやる気が出なかったりあとは 9月9月か中国ねちょっと2週間ほど行きまして中国はねあの皆さんあの食事一緒に行くとねたくさん食べますも,ものすごい量出てきてねもう,もう毎日もう昼も満腹夜も満腹でちょっと眠くなってきましたがまあ、なんとかなんとかちょっとずつ勉強しましたでこの受験に向けて勉強する中でまあ、最終的にやってみてあ これは効率的でなかったなとかあんまりこう時間をかけたのに特典を取るということには結びつかなかったなっていうねこともありました。だからここではねあくまで参考としてまあ私がねまあやった勉強方法であるとかまあ特にまあ意識して勉強した内容であるとかねあとまあこれはちょっとおすすめしないよみたいなことをねお話しできればと思います。はい で、受験するとなるとね、この衛生管理者。えー、私全然知識なかったです、事前に。だから、衛生管理者の資格を取ってくださいっていうふうに、まあ言われて、あ、どうやって取るのかなということで、インターネットで調べました。で、最初は実はね、この参考書を買いました。いくつかね、あの、たくさん買いましたこれこれ。こういうのとか、えー、こういうのとかね。うん。あとお見せしますけどね。あとこういうのとか。これとかね。あとこういうのとか。ね。買いました。意外と買いました。 心配症なんでねこのまあ問題集ってありますよねこれねうんこの問題集これねこれいくつか問題集ありましたこれ買いましたこの問題集ねで問題集を買わなくてもあのインターネット上でね入手できます公表問題って言って実際に出題された問題これただ年にね1パターンだけ公表されますこここれをまあこここの 衛生管理者講習会通信講座っていうこのホームページで整理してね、見やすいように整理して、整形してくれたこの問題のプリントがダウンロードできます。そして答えもね、ダウンロードできますよ。ここでもう過去のね、問題は、えー、ダウンロードできますし、回答も知ることができるので、はい、そこはね、いいですか。お金をかけることなくできる部分もあります。ただね、こういう問題集がいいところは、 ま、答えの解説が詳しいっていうことですよね。はい。ということです。まあでも問題解答は無料でダウンロードできるんですよ。ということをお伝えしておきます。勉強ですけどね、これちょっとね、書いた順番と違います。私は正直最初本買いました。ですかね。で、これまあ、超おすすめということないですよ。あ、それ失礼だな。えっ、ー、と、私はか、私は買って、私はまあ一通り勉強しました。一通り勉強した。それがまあこれですね。 えー、スピード合格。第一種衛生管理者パターン別攻略法。どれスピード合格。あ、スピード合格。これいいですね。スピード合格。いい言葉。スピード合格。こっち、こっちで見せるから。スピード合格。これね。で、このね、最新版にした方がいいと思いますよ。それの方が、あの、最新の問題傾向が分かるというところでいいです。で、あとは、すっきり分かる。すっきり分かる。これですね。すっきり分かる。これいくじゅね。これですね。すっきり分かる。はい。すっきり分かる。これですね。 これもね、はい、これも買いましたこれね最初はもうこの問題集いいのありますわかりやすく書いてありますこれちょっとポイントウトで言いますねで一通りこのこういうねあのー、テキストを私読んだ後にねあもう大体まあ大体合格するかなぐらいの気持ちになった時に YouTube でもあるんじゃないかなっていうふうでちょっと調べて あの YouTube でもねあの勉強しました。私が実際に勉強させていただいた、はい、チャンネル紹介します。一つはノグちゃん先生。ノ、ね、グちゃん先生のこのね動画見ました。はい。あのー、非常に分かりやすくて良、あのー、かったです。あとはこの第一衛生管理者合格チャンネル。これもねこちらもね、あのー、問題の解説をしてくれるということで良かったですよね。 あと、私ね、意外と好きなというかね、あの、このズンダーレの衛生管理者への道、うん。こちらも。あの、こちらもちょっと、ちょっとずつ見て、あの、ちょっと詳しいとこがあるんですよね。ちょっと個別の内容が詳しいとこがあったりして、あの、そこが好きです。この詳しさが好きです。あの、ノブジャン先生とかも素晴らしいです。うん。あの、合格に向けてはね。 だけど、あのー、だけどとか文句は何、ね、でくなくして、今本当に参考になったんですけれども、合格を目指すにはもう非常に素晴らしい。ただ、私はね、やっぱりね、合格は、これ必要なものですけれども、合格して知識を活かして、労働安全衛生に活かす。そこまでが本当のところだと思っていますので、はい。私はね、まあ、合格っていう部分も意識しつつ、はい。 労働安全衛生とは何か。うん。これを本当は語りたいと思って動画を作ってます。はい。まあ、そういう余計なことですね。YouTube も役に立ちますよ、ということです。で、この中でね、えー、言っときますね。このスピードあスピード合格。で、実はね、私一番最初にこれ読みましたね。すっきりすっきりわかる衛生管理者1。このテキストを、えー、1ページずつ全部読みました。うん。問題もやって、あの、はい、ちょっとね。 著作権があるのでありますけどもこちら読みましたその後にですねちょっと問題も解いてみたんですけどほぼ身についてなかったですやっぱそこはま能力のなさですかねはいあの1冊読んだんですがほぼ身についてなかったやべえと思いましてこれねあの2週間ぐらいで読んだんだけどあれと思ってやっぱ全然ちょっと問題見たら悩むなっていうところがありました 問題を解くっていう意味で知識を整理するという視点をね、こう、あの、与えてくれたのはこの本です。スピード合格、大生がパターン別ね。こちらはもうとにかく、まあ、合格する、合格ラインを超えるために覚えるべきことをもう明確にして、つまり解くための発想っていうところね。それを強調してやったので、あ ここういうふういいいいにに知識を整理すればいいのかということで、ね、役に立ちました実際にねいろんなあの覚え方語呂合わせなんかもありましてあのいくつか覚えましたこれ全部は覚えてないですよでもあこれはいいな役に立つなっていう語呂合わせもありましたしとにかく合格点を取るために覚えるべきことをちゃんと整理する,する必要があるだとそれをこれが教えてくれました。ですねはいでですでねその後ねこれやりました。この パーフェクト問これね2000、えー、これパーフェクト10年分の全パターンが収録収録されてるっていうふうに書いてあったんでこれ全部解けるようになったらまあもうこう書いてあるて8割以上取れるのかなとね思いましてこれやりました、うん、これもちょっとかかりましたかね2週,2週まあパパッとね見ながらね隠してあ答えてみたいなや,やるんですけどもはいこれもごめんなさいねなんか言ってないですけどもあの やるんですけれども、これはね、ごめんなさい。正直ね、知識として残ったのが少ないなって思います。ですので、私はですよ。これいいですよ。この問題集いいですよ。いいですが。 私はは、ね、一問問一形式の問題集は良くなかったのとこれはちょっとこの2週間は使い方間違えたなと思いましたどっちの方かというか一問一答よりちゃんとですね出題形式で出ている問題の方がいいと思いましたこっちですね過去7問こっちは出題形式で、ね、5子ねこれ5択なんですよ 5, 5個選んでねあの選ぶ問題です出題のまま出て出題のまま出てるんで あのやっぱりね実際に解くきのイメージが湧きやすすいですしかもこの5つの中から正解を1つ選べとか5つの中から間違ってるやつを1つ選べっていう問題がね多いのでこれってねお互いがあのヒントになりますよね。うん、ということでこっちのタイプの問題を積み重ねた方があのはい。 あの試験に受かるという意味ではあの、はい、近道かなと思いました私は思いましただですのでむしろこっちのタイプに力入れればよかったなっていうふうに思ってます。はい、で実際ねあれですよね、まあのグちゃん先生の動画でも問題が出てますがそれ常にねあの実際に出,出題された形式で出てますので、はい、その形式でね見るとやっぱ見やすいなという印象がありますので。はい 本で勉強する動画で勉強するただ過去問自体は無料でダウンロード可能だというところですはいじゃあ実際にじゃあそこでねやっぱ知識をどうこの頭の中でね構成していくかっていうところ最初全然わからないところがあったので、まあ、今ならねかなりね知識は整理されました はいですのでちょっとアドバイスおこがましいですけどもね。はい、こういうねやっぱりね文章じゃないんですよ小説じゃないからねこういう本読んでこう頭がこう物語のように一本道のストーリー時間軸に沿って読んでいったってあのー、知識は整理でできませんいいですかねやっぱり関連する内容が繰り返し出てきてあれさっきと似てるけどこれ何が違うのかなっていうの分かんなくなってきます同じことがまた出てくるとね。 さっきと似てるけど違うっていうところでこの違う部分が関連してたりしますしこれは文章を覚えるわけじゃないです,、はいですね、安全管理体制この体制自体を認識してやるとかあるいはまあ生理学的なことも知識必要ですからね。はい、ですので一歩道の呼び進めっていうのは必ずしも。 いい知識の形成には役立ちません。だから関連する内容が出てきたら、また戻ったりして、あどういう構造になってるのかなという全体像をやっぱりイメージできるようになってください。はいこの部分説明します。まずまあ衛生管理の基本事項ね、高齢に関係することを例としてね、ちょっと説明しますね。でまず衛生管理、これはどの会社もする必要あります。当然法律で決まってますので、えー、取り組む必要があります。特にどの業者であってもね、 常時50人以上、あの、雇っているよと、労働者がいるよという場合には、はい、やることたくさんあります。一つは、この衛生委員会っていうのを設置する必要があります。はい、議長がいて、はい、メンバーがいます。これちょっと後で説明しますね。で、これを設置する。うん、これは決め、決まっています。プラス、さらにですね、はい、こちらです。この管理体制として、はい、 総括、安全衛生管理者。これを、はい。選ばなきゃいけませんよっていうことがあります。ですね。必ず決めてください。ですよね。はい。また、はい。さらに、衛生管理者。こちらも必要です。いいですか ?50 人以上の労働者。 考えてますよで、この衛生工学衛生監視は、こちらは、必要な場合と必要でない場合があります。まあ、有害業務のうち、必要なものと必要じゃないものがあります。また、50人以上、これ、産業医ね。あれもう50人超えたら、お医者さん必要なんですよ。ね、これ、選ぶ方の1000人ね。こちら、必要ですよ。というところで、こちらの、はい、メンバーを必要な、必要に応じて、 必要な人数揃える必要があります。はい。こう二つですよね。衛生委員会を設置する。これも重要。そして、こちらの必要な、はい、管理者、産業医を選び、選んでくださいね。っていうことをしなきゃいけないんですよ。この全体図があります。そして、さっき言ったね、この関係があって、ややこしくなるなこういうことです。例えばね、総括安全衛生管理者って、この事業所、 で、その事業をね、あの統括する。ね、統括するもう人を当てなきゃいけませんよと。それに準ずる人がなっちゃダメです。統括する人になってくださいよ。ということで決まってます。はい。で、視点を変えて、衛生委員会、こちらも設置しなきゃいけないですよねで。衛生委員会の議長は、もちろんね、総括安全衛生管理者になっていただくといいです。 ただそうでなくてもですねこの事業所を統括するものに準ずるものでも、まあ、議長になることはできますよっていうふうに書いてあるわけですよで、まあ、この問題にね出題される時に準ずるものはいいのか準ずるものは大丈夫なのかっていう視点もありますのでここでね整理して覚えておく必要がありますはいいいですよねでこちらのメンバーにもね衛生管理者いますよそして産業員もいますよで 他の委員もも、いますけどもこの時に、まあ、事業所側労働者側っていうふうに、ね、あのどちら側からも立場をね会社側と労働者側ね、まあ、この過半数を代表するものとかねそういうところに、えーのはい、推薦、えー、を受けてやるというところがあります。はい でですねまあ、この辺もちょっと覚えてください。私もちょっと曖昧なとこはありますが、はい。会社の体制としてはこれを用意する必要があるんですよと。この中に衛生管理者っていうのがいるので、はい。私も資格取りましたし、まあ、皆さんね、その資格を取らなきゃなと思って、この動画ね、見ていただいているのかもしれません。ということで、はい。全体像を見るっていう時に、こう、時間の通りね、こう文章の通りに読んでいっても理解できないのでっていうところを言いたかっただけです。はい。ということです。そして、まあ、この資格を取るだけ。 た,ためだけであればね、あの用語を完璧に覚える必要ありません。私もね、あの化学の用語はね、あの難しいです。もう全部はもう,う覚えてないです。まあ、生理学の用語はね、覚えてるのが多いかな。それはまあもちろんね、もう長い間あの生理学に関連した研究もしているというとこもありますし、今回覚えたのもあります。で、いい機会だったのでね、ちゃんとあの覚えました。あのタンパク質のね、分解酵素何かとかね。 あのペープシントリプシンとかねそういうのを覚えましたあっこれ短いから覚えやすいからはいそういうのを覚えましたでもね実際には完璧に覚える必要はないですということですよねですので語呂合わせとかまあちょっと一部単語の一部だけねカタカナの用語の一部だけを覚えておけば十分に合格できるってことはありますはいただねほんと強調したいのはまあ合格するっていうことがまあ目的最終目的になってはねあの会社としてはダメです ですのでねやっぱ記憶に残る生きた知識、うん、これを形成するためにはできるだけね理屈も理解していただきたいなと思いますよだから仕組み理由意図を考えるこれはね見たことない問題出た時にでももうこの安全性の考え方っていうことが分かってくるとねなんとなく正解が選べるっていう場合もありますからねはいですあと生理学体のことについてはね私あのこのアニメ「働く細胞」これをおすすめします 特に、あの、白血球とかね、あの、リンパ球とか、あとは熱中症とかね、あの、そういうとこ、役に立つと思いますので、あの、見てみてください。私も全部は見てないです。あの、はい。あの、娘が好きでね、見てるんで、時々見てます。はい。見てました。はい。ということです。で、じゃあ、もう一つね、私が、まあ、勉強していく中でというか、問題集を解く中で、あの、実際の受験の時に、これは注意してなきゃいけないなと思ったこと、ここでお話します。 で、これね、私は昔から、あの、これ良くなかった。問題文をちゃんと読まない。最後まで読まない。これも、あの、良くないところで、それで失敗してきた部分あると思います。もうパッと見てね、決めつけちゃうみたいなところね。これ良くないです。で、今回もね、この、えー、衛生管理者の問題も、多くの問題は、次の中から正しいものを選べとかね。あるいは、次の中から誤っているものを選べ。 一つの場合が多いです。複数のこともあるんですけど、多くの場合は一つだけです。で、この時にね、特に注意していただきたいのは、結構ギリギリ合格を狙ってる人、ね。ギリギリ合格を狙っている方は最低限の勉強はしたと思いますよ。で、その時にね、やっぱちょっと知識がちょっとついてくると、やっぱこう、うん あこの二つのどっちかが正解なのにな、とか、このうち、まあ、三つのうちどれかが間違ってるだろうな、みたいな感覚が、あの、はい、分かってくることがあります。私はその、二つかな、どっちかな、とか三つかな、って思った時によくね、ちょっと自分で問題解いてたり間違ったのは、そもそも正しいものを選ぶのか、誤る、誤ってるものを選ぶのかを反対にちょっとね、してた時。その時ね、いくら正しい答えであっても間違っちゃってますからね。で、この時に、ちゃんと、 正しいものを選べって問題なのか、誤っているものを選べって出題なのかを、ちゃんと確認してください。いいですね。これ絶対チェックしてくださいっていうことがあります。そして、一部の間違いを持って、この文は間違いです。この説明は間違いってこと、あの、あります。出題されます。で、私もこれもね、もう全体の印象パッと見て、パッと見て、あ、ここ正しいと思って、これは正しいって思っちゃうと、はい、間違うことありますので、 一か所ね変なこと言ってたらこれ間違いですからねそこも注意してくださいよで特にねこれ本当とこれが引っ掛けなんですよ、うん、もう見あもう間違ってるって分かってから見ればねこんななんで間違ったんだろうみたいな引っ掛けなんですが、えー、ちゃんと読んでくださいで、えー、問題パターンと問題文になれろまあとにかくねこれって質問の仕方もねもう同じパターン出ますので、はい、それ慣れとくことは必要です で実際にね一部の間違いを見逃すなとか、まあ、正しいものを選ぶのか誤っているものを選ぶのかということでちょっと具体例1個だけ言いましょうこれ本当はね、えー、5個ね5個の項目書いてあって1つ選ぶんですがこれはね、えー、次の中で誤っているものはどれかという問題で、えー、こういうふうにこういうふうな文章が出てきます血小板のうちリンパ球には B リンパ球 T リンパ球などがありこれらは免疫反応に関与していると。 リンパ球には B リンパ、T リンパあるな、うん、あるある。そして、これらは免疫反応に関与してる。はい、これ正しいかなと思って、ね、一回間違えました。すいません、間違えました。で、ここ、どこを間違えてるかってよく見たらもう当たり前のところが間違ってるんですよね。だってリンパ球は白血球ですよ。あ、血小板じゃない。ね、赤血球、白血球、血小板。ね。はい、リンパ球は、はい、白血球です。 アニメ細胞見ればねもう当たり前のことですよねですでこれね何、まあ、で間違えたかっていうとまああのー、この B リンパ T リンパこれ私もね自分であの語呂合わせ作りましたはい紹介しますで私まあ覚えやすいかどうかわかんないですけど私はこう覚えましたサイボーグ倒産攻撃ねサイボーグになった父さんは攻撃するけど退役したね退役ばあさん交代ねもうもう現役退いてるからねっばあさんはまあ交代して後ろです。 でこれどういうことかっていうとあのー、はいリンパ、ね、リンパ球細胞性と体液性のねこう2つに分かれますでまず細胞、えー、グ細胞性の糖酸 T リンパこれは攻撃ね異物を攻撃する役割がありますそしてまあ体液バーさんって書きましたけどちょっと失礼ですけどねすいませんこれは語呂合わせのためです、あのーはい、体育性の B リンパ球は 交代、交代を賛成しますよ。ということです。で、これ覚えていたのでね、あ、これパッと見、あ正しいのかなと思いました。ただ、さっきも言いましたが、一部、はい。八血球、ここですよね。八血球。あ、違う違う違う、結晶板。これ間違いです。はい、間違い。 ででですすのでねこ、はい、これは注意してくださいよといよととう一部を見逃すそして誤ってるのか正解なのかどっちを選ぶのかっていうことは注意してくださいねということですはい次いきます実際に受けましたでまあ受けるからにはねやはりもちろんあの全問正解を目指したいって気持ちちょっと湧いてきますで実際に問題集解くとねあほ,ほとんど解けるなっていうふうにあのなってきます。ね、もう過去7年も解いたんだよと ね、でもう見ても全部解けるよねと思ってで実際じゃあ試験会場行きましたあの意外と大きい部屋であの4部屋ぐらいね会場ありましたよ。であーすげえウケてんだなと思って、はい、なんかちょっとあの監督する側が多いので試験監督する側が多いのでちょっとねあのな,な,なんかちょっと、まあ、懐かしい気持ちというか、はい、あの机も小さいしね机も小さいしあの学生がそれあの机でなかなか。 勉強することとないい、いいんで、はい、あのはま、い、まあそれしいいして受けました。実際ね問題解き始めるとあちょっとこれやべえわかんないっていう問題がねあの出てきます。これどういうことかっていうと本当私もね正直びっくりして本当にねああもう9割は余裕だろうみたいなねちょっとごめんなさいえ張ってますけど9割余裕だろうと思ってたけども全く見たことない問題が出てくるんですよねこれ。でここ書きました。 参考書公表問題には全く登場しない問題が出題されますよ。はい、であの公表問題ってね年に1個だけサンプルで選ばれてますので多分他の回って違うんですよ内容がね。はいで私がねびっくりしたのは、ね、インジウム化合物とかね、えー、この読み方わかんないですけど12軸ロロプロパンこれで登場してき,てきたんですよ。でこれなんとなくねあの試験が終わった後と覚えてたんでこの参考書見ました参考書見ました。 どこにも書いてないどこにも書いいてないからあの、はい、あのこうむしろ知りたいぐらいでちょっと調べましたけどねインターネットでね。ということであるいはね他にも出てきました職場における、えー、受動喫煙防止のためのガイドラインの中,の中での室内の定義ってこう説明が出てきてあれちょっと間違ってた あとからねそのこれ本当のガイドライン見ればちょっと一部間違ってるなとは思ったんですがあのこれも、えー、どの参考書にも出てなかった間違ったところをねもう一回復習してね覚えたいっていうか覚えるのが勉強でしょねあれ問題をねくれないんですよだからあの私もねかろうじて覚えてるこのねあの内容今書きましたでメモすることもできないメモして帰ることもできないんで はい、記憶の中でね、はい、あのこれとこれはもうさっぱり分かんなかったなっていうところですはいで,、まあ、ですので本当にこれはねもちろんね100点を目指すっていうところあのはいあのないんですけどもだから品質問題というかパターンとか確実にね解けるようにしといた方がいいですよねはいただもう本当100点は難しいんだなっていう風うにはまあ思いましたうんはいということです ただね、この免許が取る、免許を取るって必要ですよ。もちろん、これ資格が必要なんでね。ただね、実際の労働安全衛生の、このね、本当の仕事にね、活かせない知識って、まあ意外と多いんじゃないかなと思いました。だから、本当はね、これです目的は。安全で快適な労働環境の実現ですよね。今、ちょっとでも改善できるとこあるなら改善していこうよ。そういう取り組みがね、労働安全衛生の目指すとこですよ。 ただなんかちょっとこの知識役立つみたいなあのご,めごめんなさいもし文,文句言ってすいませんけどもあのありますよ。ただまあ最初は合格が必要なんで、はい、合格は当然必要です、はい、です今日はもうこの最後のポイントというか私なんでこの動画を作ろうと思ったかっていうと資格試験の合格これも必要ですけどそれだけじゃ寂しい。 多くの人は働いています。ほとんどの人は働いています。こうです。労働安全衛生の目的と意義を。もう皆さん、社会に理解していただいて、一人一人が快適に働ける環境を目指す。これが当たり前のことなんだということを、あのー、理解してほしいです。で、みんなね、病気っていうのはすごく意識します。病気にはなりたくない。病気にはならない方がいい。これはまあ、私もわかります。ただ、病気、 っていうね、診断名がついてなくてもですよ。一日一日毎日を、より今、生き生きと暮らせたらいいじゃないですかね。今より、あの、毎日を楽しめる。会社だけじゃないですよ。私生活も楽しめる。そういうふうにするためにできることがありますよ、ということです。で、日本でもね、あの、働き方改革とかね、健康系とか言ってますよね。あとはアメリカのね、内容種ね、アメリカ国立労働安全性研究所。 ナイオッシュっていうのね、トータルワーカーヘルスっていうのね言ってます。でアメリカはねあもう一歩進めてねこ,ここがメッセージですよね。働くことはね労働者とその家族福祉あと社会も入ってましたけど直結するんだよということでね労働者を守るっていうこと本当に大事なんだよということがありますので、まあ、この 動画はもちろん第一生生管理者に合格するっていうことのサポートでもありますけども合格後にねその資格を持ってる方々が日本の労働環境を良くするのに役立ててほしいなということで、まあ、今後もメッセージをまあ伝えていきたいと思います。はい、今日は、ね、この前受験したよと いうことと、まあ、どういう勉強ししましたかどういういところが参考になりますかとかねいうところをお話ししました。はいでねまだ機会があれば衛生管理者のね、まあ、合格に向けた何かあの動画であるとかあるいはあ労働安全衛生のねあの解説なんかをしたいと思います。